江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。あ、ずれてますね。それではですね、今日も小さな渓谷のミニニュース詰め合わせ、見ていきたいと思います。今日はですね、ちょっと動画本数少なめなんですね。まあ、このミニニュースと、あともう一本、渓谷の掲示板から、今日はね、2本だけ、となっております。まあ、昨日、ちょっと雑談じゃない、反省会があったんでね、ライブのアーカイブ、もしね、ご興味あれば見てください。はい、それではですね、渓谷の小さなニュース、いきたいと思います。まずはですね、こちら、バンク。ね、久々に聞きましたね、名前ね。バンクですよ。渓谷のですね、反日団体って言っていいよな。反日団体ですね。日本の教科書歴史歪曲修正グローバルキャンペーンを展開するということですね。おお、なんか、おお、久しぶりだな、お前ら、みたいな感じなんですけども、ちょっと見ていきたいと。日本の歴史教科書、歴史の歪曲をなんでバンクに言われなきゃいけない、歴史歪曲、まあ、そもそもおかしいんですけど、ちょっと見ていきたいと思います。バンクが日本教科書の歴史の歪みを正すためにグローバルキャンペーンを推進すると。お前らに歪みとか言われたくないんだよ。バンクは2日、インスタグラムに、独島に続き日本軍慰安婦関連、日本教科書に誤った主張を全世界の人々に知らせるキャンペーンを着手すると明らかにした。何言ってる。はい。2021年日本文部科学省検定を通過した高校歴史教科書を分析した結果、日本軍慰安婦問題の強制性が欠けているか、あ、強制性を言及してないってことなのかな、強制してねえもんです。戦後補償問題だけを扱う教科書が発見された。なんか文句あんのね。バンクは日本政府レベルでも日本軍慰安婦に対する真実を隠そうとする主張が引き続き提起されているとし、日本の事実歪曲と、立場変更が日本の学生に偏見を持たせるだけでなく、国際社会から日本の信頼を失わせるだけだね。お前らそんな人の心配なんかする前に自分の心配してる。日本軍の慰安婦被害が存在しなかったか、日本軍慰安婦は軍の強制によってではなく女性たちの自発的な行為だったとの誤ってに、情報を伝達することは正義と責任を重視させる日本教育基本法に反するという内容を含まれている。お前らになんか言われたくないんだけど、とにかく。はい、ということでね。で、なんかカードタイプのニュース、まあ要するに何だ、パッと見てわかるようなニュースのカードを作って、で、ポスターみたいなもんですよ。で、まあ、ばらまくと。SNS とかでばらまくっていう感じですね。久しぶり。ね、コメントが5しかついてないという話でございます。はい。じゃあ次はですね、結構国内の話題になります。で、BGM、チェインジ。渓谷さんね、大変なことが起こったんですね。もう3時です。3時。はい。こちらですね、全国的に昼の体感温度が40度に迫る猛暑の中、2023年セマングム世界スカウトジャンボリーの開会式で数十人の参加者が熱中症の症状を訴えたということですね。昨日かな、あ、昨日記事は出たんで一昨日かな。はい、ボーイスカウトガールスカウトの世界大会があったらしいんです。で、これで、暑くて、88人がめまいなどを訴えて病院に行ったと。うち83人が熱中症。83人熱中症。すごいですね。はい。でですね、まあ、どんな状況だったのかと言いますと、こちら、腐った卵、ビニールで仕切られたトイレ、健康製造の不名誉をかぶったジャンボリーということね、タイトル出てますけども、で、不満が噴出しているということで、ジャンボリー大会に参加中の学生の保護者 A さんは、最近の子供たちはとても大切に育てられている、いくらジャンボリー精神だと言っても最低限衛生的にきれいにしてやるなど基本は守って野営をさせなければならないのではと怒ったという。で、中学生の息子をジャンボリーに行かせたという A さんは、
子供たちが一番嫌がるのは暑さで、その次は行事がどのように行われるのか事前に情報がないかと話した。またトイレやシャワー室などに不備が多く、就寝用テントはとても狭苦しいと A さんは主張した。暑さに加えて飲み物や食べるものが足りないと話したという。ボーイスカウト、ガールスカウトでトイレ、シャワー室、飲み物、食べ物って、まあ私はちょっとあまりボーイスカウト、ガールスカウトの中身も知らないんで、ね、よくわかんないですけど、そんなにサバイバリーじゃないんだよ、サバイバル感はないのかな。はい、まあこういう感じなんでしょうな。まあとにかくね、こんな感じで大変なことになっている、バッタバッタと倒れている。で、こちらのですね、現地記事があります。写真がもっとあるんで、で、まあさっきのね、献館製造祭り、これが元記事なんですけど、こんな感じで色とりどりのテントを芝生に、立っていく。疑似サバイバル訓練ですか。まあとにかく、まあ、こういう大会なんでしょうな。でこれが並んでるんだね。コンビニの前に長い列が並んでいる、この状況です。で、まあ、こんな感じで、おセンスじゃん、まあ、こんな感じ、日傘だね。まあこんな感じでですね、まあ結構大変なことになっているというようなね、ことでございます。これで要するに世界から来るわけじゃないですか、世界各国から今韓国に行ってるわけですよ。だからここでこんな嫌な思いをした、だからもう二度と韓国なんか行かないよっていうことで献館製造祭りだねっていう意味です。でね、これちょっとまだなんだ。で、トイレや洗面台などに関してはシャワー施設が足りずにビニールテントで作られている。ビニールをで仕切っているので横から丸見え、トイレが横から丸見え、トイレも男女分けられるところも分けられているところもあるが、共同で使うところもあると聞いたと伝えた。掃除をしていなくて汚いと言っていたと付け加えた。ね、成人指導者としてジャンボリーに参加したという B さんもオンラインコミュニティに今回のジャンボリー大会に対して献館製造祭りと批判したと。トイレの絶対数が少なく人数は多いのでひたすら待たなければならないとし、詰まっているか水が出てこない、シャワー室も同じと主張した。またエアコンどころか扇風機さえない、どうやって乗り切れというのかという、まあ、吐露したということですね。これ何のイベントなんですか、そもそも。なんか、何？わかんない、わかんないんだけど、ボーイスカウト、ガールスカウトでエアコンあんの？まあそこら辺は突っ込むポイント違うからやめとこっか。まあまあいいや。ジャンボリー参加者は組織委員会から食材を支給されて自炊するが、40人余りの隊員が受け取った燻製卵80個のうち6個からカビが見つかったと。で、ぼったくりという声も出ている。長い行列に並んで会場内のコンビニエンスストアを利用しなければならない。このコンビニエンスストアではトイレットペーパーが1ロールで2000ウォン、約220円。1ロールで220円、おー高いねー。セマングムジャンボリー大会には1人当たり900ドル、13万円に達する参加費を出した159カ国の4万3225人が参加中だと。参加者のほとんどは各自の学校でリーダーとして活動中の学生たちだと。各国のね、若いね、学生たちの中でもリーダーだと。そういう人たち、ね、そういう人たちがね、いずれはもしかしたら誰かが、その国のリーダーになるかもしれないわけですよ。ね、そういう人たちが若い幼少期に、渓谷で、こういうね、もう渓谷が嫌にならざるを得ない、局面場面に立ち会っている、直面しているということで、これはもう嫌いにならざるを得ないですよねというふうにね、感じですよ。はい、ということでいいんじゃないか。
はい、じゃあね、次はですね、まあ、昨日ライブでちょっと話したですね、電動スクーター、電動、なんだっけ、あ、まあ見てもらえると思います。はい、キックボード。キックボードでですね、暴走族が、渓谷さんでは、これ今回ね、見受けられたのね。こちらね、ちょっと映像の方がありますので、見ていきたいと思います。こんな感じですね。まあ、暴走族って言っても、電気なんで、電動キックボードなんで、音は出ないですけど、まあ、こんな感じでですね、まあ、蛇行運転してますよね。で、あとはですね、まあこれ以外の動画でもカーブを曲がりきれずにコテンって転んじゃったりとかする例もあるみたいですよ。はい。なのでね、まあ今だんだん少しずつ問題になってますね。はい、じゃあ次はですね、普通の憲法の事故ですね。まあこれ大した話ではないんですけども、渓谷さんがですね、こう合流車線にですね、いきなり曲がっちゃったんですよ。まああるっちゃあるけど、ね、合流のところからいきなりあれですね、追い越し車線に行ったんですね。追い越し車線警告、逆なんで、はい、はい、ね、こういうのあるんですよ。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ここではね、 U ターンって書いてあったよ確か。はい、それではこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。